どうも皆様こんにちは。東京ロカル金曜日第4週目です。パチ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 、イエーイ。でね、でね、きっとね、あれ4週目、あれこのメンツだったっけと、あれ可愛い子はあってね、お思いのそこのあなた、そこのあなた、まだネット切っちゃダメですよ、ネット切っちゃダメですよ。あれですね、4週目、第4週目のメイン MC のモテギリナちゃん、可愛い子なんですけど、がちょっと今お仕事の都合上ですね、本日ちょっとねお休みなんです。お休みなんです。残念、悲しい。だからリナちゃんいないからやめよ、ケーソーって思っちゃダメですよ。ダメですよ、うちら構ってくださいね。そうそうそう、ね、また来週からリナちゃん多分大丈夫だと思うんで、また復帰すると思うんで、ぜひぜひ今週もちょっとまあしょうがねえな、しょうがねえな、付き合ってやるかっていう気持ちで全然いいんで、情でいいんで付き合ってください。情でいいんで、ぜひぜひ。今日綺麗な子がねちょっと一人しかいないんだけど、今のところ一人しかいないんだけど、両脇ちょっと今えさきついんだけど、ちょっとグッと我慢していただいて。そんな感じで、うん、そう、モテギちゃんはってそう、ゾルキさんが抜けないで、抜けないで、抜けようかなじゃねえわ。確かにそういうふりしたけど、ゾルキさんふりしたけど、ダメよ抜けちゃ、困る困る、抜けないで。ガチだから本当に。しかもあれ、ネクマさん怒ってった、怒ってったね。はい、この番組ですね、モテギちゃんの代わりが何なに、ガヤの人、ガヤの人、ガヤの人、正解。いやいや、そう、完全にガヤのイメージね。そう、ガヤの人ね、まあまあ後ほど紹介しますけど、ガヤの人ね、ガヤからなんかね頑張って登り詰めようとしてるんだけど、まあさーってうまくいくかな。いや俺はそんな高くないから失礼な。あのね、こうやってね表では言うでしょ、うん、裏ではねすごいね、うん、私のこととかね、うん、めっちゃねすごいケチョンケチョンにね言ってるんだよ、うん、私結構ね聞くんだよそういうことを。あらー、すごいね、私のことを陥れようとねこの人今してるみたいで。俺は陥れようとしてるみたいで、みたいで、私ひど、いやいや、ひどいのどっちだよ、おめえだよっていうね、うん、私結構ね結構落とせられてるみたいな。皆さん助けてね、助けてね、はい。ということでこの番組は、はい、乃木坂にあるサンズスタジオより15時から16時1時間の生放送でお送りしております、うん、はい。で、観覧もできちゃいますので、ぜひですね、番組中はまあまあまあ普通にガヤやっていただいて、こうやってねパソコンやっていただいて、うん、ガヤワー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 っていただいて、で番組終わったらよかったらお話ししましょうみたいな感じでね、うん、ちょっと声援取っちゃうんですけど、はい、その番組終了後のお話で頑張って声援分取り返します、はい、はい。なのでぜひ遊びに来てください、はい。そして、あと視聴者様双方向型番組となっておりますので、チャット、ツイッター、できればチャット、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 はい、できればチャット、そう、できればチャットで、この番組に関してはできればチャットの参加の方がうちら楽って言っちゃった。うちら、あの、嬉しいです、あの嬉しいです、あのこの辺がごちゃごちゃしなくて済みますので、できればチャットで参加していただいて、お願いします。はい、で、チャットですね、ユーストリームに登録が若干めんどくさいんですよ、いろんな項目があってね、めんどくさいんですけど、一回登録してしまえばこの番組以外でもチャットの参加できますので、ぜひぜひね、はい、そこめんどくさいの仕方ねえからやってやるよっていう気持ちで全然いいんで、していただいて、この番組以外でも面白いのを見つけていただいて、その番組以外メインでもいいので、おこぼれでいいので、おこぼれちょうだいでいいんで、ぜひですね、チャットやってくれたら嬉しいなみたいな感じで。あ、猫さん戻ってきたかな、はい、おかえりなさーい、持ってきたかな、うん、はい。というところで、今日、今のところのチャッターさん、ゾルキさん、こんにちは、こんにちは、イエーイ。モテギちゃんのか、ね、モテギちゃんの代わりにガヤの人出てるしって、そうね、正解ね、うん、そう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 、で、で、そしてネクマさん、ネクマさん、こんにちは、はい。この理由はですね、このこっち向いてる理由はお客様がパソコンと Wi-Fi のルーターをお持ちいただければ、コンセントがありますので、観覧兼チャットでも OK でーす、 OK でーす。ね、もちろん全然身振り、何、なんつーの、手ぶら、そう、手ぶらでも大丈夫です、手ぶらで来ても全然 OK です。手ぶらまずいじゃんそれ、いや違う、まずい、まずい、手ぶらで来ても OK です。まあ、ニップレスぐらいはしていただいて、違うわ、違うわ、そう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 、何、まあ兄さん口軽くないわ、軽くないよ、ゾルキさん。全然口が、何、情報源として貴重。どういうこと、別に、何、どういうこと、私、口軽くないよ。口結構、言っちゃダメって言われたら、口が裂けても言わない方ですよ。でも、言っちゃダメって言われないことは言ってもいいかなと思って言っちゃいますけど。さらっとね。うん。絶対ダメだよってことは絶対言わないですよ。でも、それ以外は、言った方が面白いなと思ったら、パラパラって言っちゃうかも。結構私すぐ人信用しちゃうんで、人信用して絶対ってついてないことだったらパラパラって言っちゃうかも。絶対大事です、絶対が大事です、そう、絶対って言われたら言わない、
何りなちゃんいないの寂しい。あ、そう本当だよね、今日ね。でもお仕事なんですよね。そうなの、りなちゃんすごいよ。すく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 、うん、ね、すくすくめきめき頭角を表してるからね。あやからないとうちら。すごいよね、もう本当あやかりたいですよね。本当にリレーが出てるでしょ。なんかね、いろいろなんかあのファッションショーとか映画とかさ、うん、なんか雑誌とかさ、うん、まあ、ただの子かわいいから。かわいいね。かわいいし面白いから、うん、本当にマジね、りなちゃんはね普通に好きだよ。私大好きだよ、好き大好きだよ、りなちゃん普通に好きだよ。普通に好きだけどやっぱ悔しいよね、うん、そこはね、そこは譲れないよね、やっぱりね、うん、お互いに芸能人とか悔しいよね。そうそうそう、うん、おまこさんの口からそういう言葉出てくると思わなかった。なぜですか。ちょっとびっくりした。おっと、びっくりした。まこさん意外に闘志むき出しにしたね。おっと、成長したかしら。いや、そこ成長したって捉えちゃうの。どうすんの、変わったかしら。まあそんなこんなで自己紹介しなくてもいいか。いや、するよ、いやいやするよ。はい、そんなこんなで、はい、本日も喋りまくります桜木しずくです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よかったらググったりやふったりしてください。はいはい、次おり、次はい、うん、まこでーす、うん、アメブロはもこのもとやっています、うん、モデルを第一志望としています、うん、よろしくお願いします。イエーイ。この前ね、青山コレクションというモデルのね、はいはい、ファッションショー終わったよね。終わったんですよ。で、今度またあさってあれだよね。あさって、うん、あさって大きいとこだよね、はい、またね。大きいですね。青山も大きいけど、さらに大きい。さらに大きい、横浜ブリッツです、うん、で、タイトルなんだっけ。東京ファッションコレクションです、うん、はい。まだもしさ、今見てくださってる方でさ、例えば今日生放送見れなくて、うん、夕方とかに仕事終わった後に見て、何それ行きたいって言って言った人は OK？ 入ってくれれば、はい、大丈夫です。あと2枚あります。お、じゃあこのマコのマコのモコの元にね、メッセージ送ってあげて、行けるよっていう方はね、あさっての日曜日行けるよって方はメッセージで取り置きなんかも、うん、するみたいなので、できる、うん、2枚だったら2枚だったら OK みたいなので、はい、ぜひぜひ先着2名のお客様、よかったら横浜ブリッツに行ってあげてください。うん、ぜひ。楽しいと思いますので。大きいからね、うん、大きいから、そう、はい、そう、途中入場とか途中出入りは大丈夫なの。わかんないです。おい、そこ調べとけや。しまった。だって長いから。私は勝手にいいんじゃないかなって。いや、多分入れると思う。思ってます。受け付ける人いると思う。手にスタンプとか押されるでしょ、ああいうとこって。でっかいとこって。うん、あと半径持ってれば OK、うんうん。しかも勝手に OK じゃないかなって。勝手に OK ってダメでしょ、それ勝手に。いや、絶対それ主催者様から怒られるよ、完全に。あんた、ちょっと困りますけど、大丈夫ですかって。しかも、まこさん直々じゃなくて、マネージャー通して怒られる、きっとそれ。そうそうそう。うん。絶対まずいからね、それ。そう、はい、で、以上の2人でお送りします。いやいや、まだ1人です。よろしくお願いします。1人です、1人。おーい、いるいる、いるいる、ここにいる、ここにいる。あ、ガヤ専門じゃなかったっけ。ガヤだけでもいいですか。ガヤだけで来てる。もう、だってさ、もうだって今完全、もうソファーでくつろぎながら見てくれてます。お家にいるようなね。そうそう、あ、でも本当ここのスタジオのソファーがね、2個ぐらいあるんで、あと王様椅子が1個あるので、お好きなのをどうぞ。お好きなのを先着順ですよ。先着順に。早物勝ちで。全然寝転びながらパソコン打ちながらとかね、こんなボロボロ食べながらとか、ね、全然ありですよ。いいし、うん、王様椅子でもいいですし。そう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 。で、紹介しないの。いいよ、紹介しないの。次行こっか。そう、次行こっか。いやいや、それそれそれ。乗ってくるね。まこさん今日乗ってくるね。いいね。次は一応。一応する。一応ならいいよ。とか。したい、したい、したい。したい、じゃあいいよ。ガヤは名乗らないから。神谷ゆきと申します。ゆきと希望ありがとうございます。よろしくお願いします。イェーイ。あのね、知ってた？あのね、ガヤは名乗らないからガヤなんでしょ。そうそう。それ正解。でもそれ3週目だけだよ。3週目だけ。全部でしょ。え？いや、全部。一応出てるよ。神谷ゆきイコールガヤでしょ。そうそう。正解。正解、正解だったらいいじゃねえか。だってブログも最近サボってんもんね。うん、そう、だからブログ嵐最近多いんだよ。だからネット使って嵐とか言うなっつーの。日曜日の学習しろっつーの、本当に。あの、本当にブチ切れそうだったんだから、マジで。どうすんだよ、ドッカン荒れちゃったら。神、ドッカン荒れたら、神谷さんのせいだからね。本当に、マジで。チャレンなんないから。そう、いや、頑張って、更新して。そうそう、何何基本は東京コレクション途中、うん、ありがとうございます。あのね、お客様に教えてもらってどうするの、まこさん。えへえじゃねえよ、えへえじゃねえよ。そんなこんなでね、ドド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 ド、天然お姉さんです。否定しないんだ。否定しないんだ。ね、絶対これなんだよね。絶対これなんだよね。違うバージョン見たいんだけど。え、二十歳ですよ、ね。それ私の永遠の二十歳です。でも心は還暦ですって、私のそれ。なんか決めたじゃん、まこさん。え、お茶してる時にあったじゃん。あれですか、試しにやってみない、試しに。
永遠のお姫様ですもうね、照れながらやったからもうアウトだよね。もう一回ちょっと失笑だよ、完全に失笑、かなり失笑、びっくり、まあ、あのね、失笑したひどいと思った。じゃあやるやる、じゃあ全力でやって、全力でカメラに向かって、はい、3、2、1、はい、永遠のお姫様です。その後続きあったじゃん、何だったっけ、もうやだ、はい、じゃあやり直し、やり直しで、猫さん、日曜日の反省は神谷さん、ほら何、ほら、何じゃねえよ。で、ゾウキさん、ユーストは何、匿名性低いからまずあれないよ。あ、ほんと、あ、そっか、他のね、某ふふんとかはね、あれだけどね、そっか、そういうことか、ならいいや、ならいいやってさ、けど、うちらのブログが上げ、あれでもやだわ、困るよね。じゃあうちらのブログ上げ、もう荒れたら神谷さんのせいってことで、うん、ってことにしよう、うん、そうだそうだ、うん、そういうことで、うん、うん、っていうかね、そうねそうねってまったりしちゃった、何もやんないの、まったりしちゃった、で、何も喋らなくていいの、結局、結局何言ったよ俺、あ、言った、あ、ごめん忘れてた、え、ひどごめん、ガチで忘れてた完全に俺ガヤかよ、え、ガヤじゃないの、神谷勇気イコールガヤでしょ、今日は出てるよ、ちゃんとみんな、だって多分見てくださって皆さんも、うん、多分アーカイブで見てる人も、あ、ガヤの人だっつって覚えてる、うん、それは覚えてると思う、定着的にね、定着性があるんだよね、でしょ、神谷勇気イコールガヤ、そうそうそう長いのね、名前が長いの、そうそう、長い、絶対長いの、新聞とかに載ったら絶対ちょん切られるパターンだよイコールのところから、そうそうそう、神谷ガヤ勇気だからね、ちょっとゾロキさん怖いこと言わないで、ログインしてから荒らすの面倒だもんって、荒らさないでゾロキさん怖いこと言わないで本当に、ネクマさん蒸せちゃってるよ、 あ、ホタテさんこんにちは、こんにちは、愛しの、愛しのまこさん、愛しのまこさん来てますよ、今日もコメントありがとうございます、見てから出かけました、コメント、あ、びっくりした、今日もご来店ありがとうございますって聞こえた、何お店やと思ってそうそう、ありがとうございますみたいな、そういうご指名ありがとうございますまこです、まこですおい、おい、なんか言えよ、なんか言えよ、え、何、乗っかってこいよ、乗っかってこいよ、おかしいだろ、おかしい、こんにちは、来た来たって、来た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 、イエイイエイ、ブイ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 、じゃあファッションテーマやってく、じゃあたまには神谷さんからやる、え、今日ちょっと日曜日の反省でちょっとさ、うん、少し変えてきたじゃん、せっかく、え、いや別にいいよ、俺男だし、いやだけどせっかく変えてきたから、じゃあそこに立ってウォーキングしてカメラさんの方に、あの、ランウェイだと思って歩いて、はい、うん、いや、どこから歩いてくるの、そこの後ろからそのカメラさんの前まで、で、ダメだと思ったら多分カメラさんが多分フェードアウトするからはい、3、2、1、ディン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 、何これ、これやんなきゃいけないの、俺やんなきゃいけないの、もしかして、あ、ディン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 、いや、いつなんだ飛ぶでしょ、俺、でもいや、飛ぶでしょ、ね、こっちの方が得意そう、いやね、仕方ないから助け舟出してあげたら意外に乗ってくれたと思って、そう、え、終わり、まさかの終わり、終わり、ファッション何も見てないけど、ないんだけど、ね、まこさん流にさ、この神谷さんの服装でさ、かっこよくしてあげて、ちょっと直してあげてね、私だったら直してあげて、立っていいよ、この500円だよこれ、座ってやろうとしないでさ、立ってやっていいよ、ね、あの、うん、こちらが、うん、上が不安としてるんだ、うん、で下も不安としてるので、うん、下はむしろもうちょっと絞った方がかっこよかったんじゃないかなっていう、そうね、スリムパンツとかのがいいよ ね、 でパーカーとかもさ、どうだろう、なんかさ、もうちょっときちんとしてあげてよ、なんでなんかさ、ちょっとべちゃーな、きた、きたまんまだよね、やるならこのように、うん、帽子をちゃんと作って、まうん、あと猫背になる、そうね、あとなんか、え、何、もうちょっとさ、なんかこれ多分、何、なんかね、あんまり締めるとなんかきつく見えるんだよ、ああ、なるほど、ちょっと緩い方がいいか、うん、まだいいかなって、色は合ってると思うんだけど、うん、ね、このダボダボな感じがちょっとどうかなって、そうね、これでね、なんかスリムパンツだったらいいかな、良かったのかなと思いつつも、男性のも勉強してきます、で、ここの辺にさ、なんかちょっとなんか、うん、ポイントでなんかアクセかなんかつけても、逆にね、逆に、うん、うん、そうね、そうね、でもいつもよりは、うん、いつもよりはちゃんとしてる、今日頑張って日暮里まで歩いてきました、あ、そう、あ、じゃあそれを日暮里からの奥坂来た、お、頑張った、すごい、そうそう、日暮里ポリオでね、安い店あるから ね、 ね、そうそうそう、うん、うちらが大好物の安い店ね、そうそうそう、200円とかでワンピース買えるしね、そう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 、そう、200円で買えるんですよ、てか座って話そうよ、そうそうそう、あの、これ今後のね、あの、うん、神谷さん の、うん、あのファッションちゃんと変わっていくかどうか、うん、皆さんも
ヨーチギラです。で、こんなの来たらとか、神谷さんじゃあお金ないならこういう、じゃあお金なくてもできるから、まこさんとか私とかゆなちゃんとかみんなにこういう風に改造してもらえばっていうのをコメントください。ください、うん、ここでね、うん、ほんとほんと、うん、そうそう。で、ほらホタテさんが指名したいわってまこさんに。いやそう、で、ゾウキさん、今日は夕方から麻布十番のショーパブ行くので雷調査隊にはログインできませんって、うん。あ、マジか、そうだ、今日このあと雷調査隊あるもんね、うんうん、そう、雷さんの番組超面白いんですよ。マジ面白いですよ、ほんと。見たことない。見てみ、うん、超面白いから、あのね、うん、番組今日クオリティがね、うん、テントチノさんだから、うん、そちらとやばいそれ一番自慢げに言うな感じだけど、頑張ろう。そう、あのね、もうすっごいみんないい人たちの、一回ね、自分 の、 あの暴走中始まる前に一回だけ出させてもらったんだけど、超楽しいよ。めっちゃ楽しいよ、うん、すっげえ楽しいから、よかったら雷調査隊さんも見てあげてくださいね。超楽しいよね。お願いします。そう、なんでこれ人の宣伝ばっかりしてるのだって好きだもん、雷さん。そうそう。でね、ズボンにアイロンかけようよ。確かに。アイロン持ってないの？持ってない。持ってないって胸張るなよ。大丈夫。いや、ね、そっちの寝押しがあるよね。寝押し、昔の昭和の人間の女、布団の下に引いてる女、うん、新星引いてね。そう、ちょっと濡らしてね。知ってんだったらやろうよ。そうだよ、新聞紙ちょっと湿らして。そうそう、じゃあ布団濡れちゃうじゃない、うん、だからそれはビデオしましょう、うん、みたいな。本当に。そうだよ、あのほらフジテレビさんでやってるさ、ジェネレーション天国っていう番組あるじゃないですか、うん、あ、ちょっと知らないです。それが、うん、あのね、マンゴー世代、バナナ世代、キュウリ世代だっけ、なんか要は20代、40代、60代ってやつで分かれてて、あの番組は結構好きで見てるんですけど、うん、あの番組でやってた、初めて知った。だから私も初めて知った。え、そう、へーっつって。だってうちら若いし、若いし、若いえへーって多分完全に殺される気がするからやめとこう。誰かになんかすごい殺される気がするからやめよう。こいつ、あの寝ぼけたこと言ってんじゃねえよって多分すげえ殺される気がする。怖え怖え怖え。何なんでシーンとなんの？みんな、そう、みんな、なんで一生懸命見てんの？で、自分もまこ様にこうコーディネートしてもらいたいわ。じゃあ、ぜひ観覧に来たら、ぜひ。ぜひ。ていうか、どんだけホタテさんのこと言ってんだね。だって、お顔が見てみたいでもな、お家が遠かったらな、交通費も相当かかるしな。だから本当に来てね。あんまり来てって言えないもんね。ついでにね。そう。もうついでに金曜日だったら、もうぜひぜひっていう感じで、ね。むしろね、ありがたいのは金曜日に合わせて来てきた。本音が出ました。そう、で、ほら、うちら、ね、早めに教えていただければ、早めに寄ってあげて、はい、そのままある公開で、ね、なんなら、あの、乃木坂からお台場までとか一緒に歩きましょう。歩きましょうね。そう、相当距離ありますけど、うん、お金も浮くし、景色もいいし、レインボーブリッジ、歩いて渡りましょう。みんなで渡りましょう。みんなで渡りましょう。今日、うちら歩くからね。そうそうそう。うん、知ってるけど、見れる時間、うん。あ、マジか、そっか、あの時間結構仕事してますもんね。ジェネレーション天国。面白いよ、この、見てみ。うん、見てみる。ズボンプレス安くなったから何ズボンプレスって？アイロンです。あ？ズボンプレスするアイロン。ほう、なんかそんなのあるんですか？お父さんが持ってた気がする。お父さんが出ちゃった。お父さんが。お父さん？お父さんが。マジか。ズボンプレス持ってた気がする。それかな。多分さ、アイロンも何千円で買えるんだ、買いなさいよ。多分。確かにそうだよ、買えなよ。持てないよ。好きな人にも振り向いてもらえないよ。なんでそこですごいまこさんが食いついた。めっちゃ、じゃあ頑張ってお金貯める、うん、まあお金、この業界でお金貯めるのは厳しいけど。あ、あ、後ろさん久しぶりです。久しぶりです。久しぶりです。後ろさん久しぶりです。会いたいよ後ろさん。めっちゃ会いたいよ後ろさん。超久々だよ後ろさん。うん、久しぶり。めっちゃ久しぶり。会いたい後ろさんに。会いたい。そうね、そう、めっちゃ久々だよ。あ、後ろさんこんにちは。そうそうそう、ズボンプレス懐かしいって言いながら、いや、後ろさん若いのに知ってるな。後ろさんめっちゃ会いたいんだけど、久々に会いたい。で、まこさん、はい、多分ね、ホタテさんも他のお客様も、はい、きっと綺麗どころのね、ファッションが見たいよね、きっとね。そうそうそう、そう、だから、はい、まこさん、あの、明後日のゲネだと思って。歩く感じで言うと。明後日のゲネだと思って。はい。で、今回は笑顔で頑張ります。はい、あの、明後日のゲネだよ。はい。はい、じゃあ、はい、3、2、1。じゃ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 ん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 
そうそう、お久しぶりです、私もコーディネートしてくださいって吉野さんが、ぜひぜひ私でよければやります。吉野さん多分死骸あると思うよ、細いから、うん、セレブビューティーだから。そうなんですよね、うん、多分何でも合うもん、うんうんうん、ほんとほんと何でも着こなしてくれそうですよね。いい、今日のテーマは、天子さん、はい、せっかくだから今日のテーマはですね、うん、あのゴールデンウィークに、そうね、っていうのでです、ね、うん、ヒューヒューって来た、これで、うん、いいよ、ゴールデンウィークの、うん、外に行く遊びもたくさんある中、うん、今回はですね、都内の美術館や、うん、終わってからご飯に行くっていうようなスタイルを作ってました。大人の、そうですね、感じだね、はい、うん、私はちょっとあの、ミュージャーが好きなので、うん、それを見に本当に行きたいと思ってますね、うんうん、なので、うん、それで、うん、あのこのリボンとかこういう、うん、まあ、アウトドアでは全然逆なスタイルで、そうね、うん、いいとこのお嬢さんだよね、プチマダムだよね、プチマダム、うん、プチマダム、そのプチマダムのね、はい、紹介しているところに新しい視聴者様がありがとうございます。キツネホックスさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。お久しぶりですかね、多分お久しぶりですかね、多分来てくださったことある気がする、違ったらごめんなさい、多分来てくださった気がする。今まこさんのコーディネートはコーディネートってやってました、やってましたそうそうそう、ちょっとやつれました私って、マジうちじろうさん大丈夫、細いのにちょっとそれ以上痩せちゃったら、また語りましょう、めっちゃ語りましょう私のあげる、うん、あ、じゃあ私の肉を20キロ分ぐらいあげます私のお腹を20キロ分ぐらいあげます。そしたら後ろさんが逆にボンキュッキュになって、だから元々スリムビューティーだから必要ないんだけど、うん、まあ、太っても問題ないじゃん、うん、で私は逆にボンキュッキュって超峰不二子体験になる。いいな、私もあげたいな、そうそう、もらってくださいって、そう、もらってくださいって、ホタテさん多分えってなってもらうもらうもらうってなって、ホタテさんもらうもらうって、そう、ホタテさん、マコさんもらってくださいだって。いやいや、そう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 。うん、そうそう、何？わー、デートの格好だーって、ホタテさんが興奮してる。そうなんです、そうなんです、そうなんです。で、ちょっと痩せたからいいかもって、高橋さん。いやいや、後ろさん、それ以上、あれ以上痩せすぎたら本当にぶっ倒れますよ。本当に。うん、本当に食べてますかね、逆にね。そう。うん、ちょっと心配、ね、心配ですね。うん。そんな、お胸ください。お胸ください。切実な願い、お胸ください。そうね、意外にね、うちらね、意外にうちらね、スリーサイズ似てるんですよ。私とまこ、ちょっと並んでみる。ちょっと並んでみる。はい。あのね、私の方がお腹出てますけど、お腹出てるって言っちゃったじゃん。隠せばわからない。あ、私ダメだ。今日黒着てきちゃった。はい、失敗した。同化すんだよ、なんかだってね。私、うちら意外にね、うちら意外にスリーサイズが似てるんす。はい。あ、じゃウエストが何気に一緒ぐらいで、私的にはやったーと思ってたら、まこさんは、へこんでたから、でもへこんでた矢先履いたやつが、私がちょっとまだ入らないやつが履けてたんで、先越されたっつ。昨日またさらにサイズが上がったんです。さあ進めよ。マジか、超悔しい。マジ？マジマジ。やったね。やった。今鍛えてるからさ。いや、なんかすげえ悔しいな。ち。まあでもダメか。モデルさんと一緒だとやばいか。そう、北海道に、うん、何20キロだと、キロ80ぐらいの足が、おいおい、どうした、値段にしちゃった、もうちょっと高くしてほしいな、なんて、もうちょっと、うん、ちょっと、A5 ランクぐらいにしてほしいな、A5 ランク、そうね、そうね、そうそう、何、北海道に嫁ぐんだって、姉さん、詐欺でしょって来た、違う、詐欺じゃないよ、私、意外にそうっすよ、意外にね、このね、腹の肉と、ね、あと顔が昔から丸いんで、A。悪いかな、丸顔だよ、少し痩せたからこの辺出てきたけど、尖ってると思うけど、ちょっと痩せてからね、でもちっちゃい頃ひどいよ、ほんと私覚えてないけど、そこ見たことないからさ、覚えてないけど、親曰くお医者さんに、うん、なんだ、なんでおたふくだと思ってお医者さんのとこ連れてったらちょっと話が読めて笑えるんだけど、そう、連れてったらお医者さんが、私まだ赤ちゃんで覚えてないけど、うん、お医者さんがおたふくで丸いのかもともと丸いのかわからないってお医者さんに言われたらしくて、それさ、今でそんなこと言ったらさ、完全に訴えられるでしょその医者と思って、うちの親よく怒んなかったなと思って、そんぐらいまん丸だったのよちっちゃい頃から。へえー、今ね、ほんとこうやったら全然わかんないよ、うん、ほんと、うん、そう、英語ランクの肉食べたい、なになに、今度行った時にお腹触らせてって、あ、お腹いいっすよ全然、あの来てくれたら全然、別にお腹ぐらいだったら、お腹触らせて、あ、そう、美脚ですよね二人とも、やった ー嬉しい、体重5キロ落ちました、おい、ネクマさん、悔しいな、悔しいね、なんでなんで止まった、マジ止まった、嘘、止まった、止まった、マジ本当止まった、いやでも落ちた、いやむしろこの体重5キロに私はちょっと低く、
気になるんだけど、これどうやって落としたんだろう。いや男の人は、うん、女の人よりも落ちやすいんだよ、うん、それよく聞くよね。女の人ってほら胸とかさ、脂肪だよこれって全部、うんうんうん、そう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 、5キロ、ネクマさんも食べて、一緒にアイス食べましょう、アイスって言って。私も食べたい。そう、今日は暑いですよね。そう、うん、鶴木さん入り直したって、おかえり、おかえり、で、小田さん、今日は姉さん褒められてる、わらわらってたまにはね、私も褒めてもらえないと私は本当に本当にへこむんででも基本いじられるの大好きです。いじられてなんぼだと思ってるんで、なんてね、本音言っちゃったよ。あ、今見てくださってる方ももしよろしければぜひ、ちょっとめんどくさいですけど、あのユーストリームに一度登録していただければ、他の番組でもコメントできますので、よろしければ登録していただいて、私たちに無茶ぶりなどください。見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。そう、そんなこんなでね、うん、まあもう25分なんだよね。そう、早いね。っていうかさ、うん、もう4月終わるじゃん。終わり終わり。そうなんだよ、ね、早くないですか、あれ。これ年取ると早くなるの。いや、なんか楽しいと早いって言うけど、ね、うんうん、今ね、その即答の2人がすごい慌てた感があったんだけど大丈夫、あのすごい慌ててたんだけど慌てなかったら年バレないのにと思って。いや、あの東京ドッカン金曜日の年長組でお送りしております。年長、そう、年長さんもちょっと今日今まだいないので、今日年長組でお送りしております。お姉さんチームでね。お姉さんチームで年長組でそう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 。でさ、年取ると早くなるは置いといて、持ってきて、持ってきて置いといて、こうほら早い人だと明日がないから、うん、ゴールデンウィークとかって言いますよね。そうですよね。そうそう、ロングな、どれぐらい連休だっけ。結構一番長いと今回長いから、なんか前半後半みたいな、ゴールデンウィーク、うん、でもなんか有給使ってもっと長くする人は多分9連休ぐらいだっけ、うん、過去で最高に10連休っていう人いるだよね、うん、そうそう、電車一駅前、うん、そう、うんって読んでいいよ。電車一駅前から歩くようにしてます。やっぱりこれ大事かもしれないですよね。ね、そうね、うちらもね、歩こうかいするからね。ね、私といると必然的に歩かされるからね、はい、みんなね、歩自然的にそう、乃木坂からね、そうそうそう、有楽町兼ねて、そうなんです、上野とかね、そう、だから靴がなんかこ う靴と服が合わなかったりして、そう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 、だって歩いたらお金も浮くしさ、ダイエットにもなるしさ、なるしね、健康的ですよね。いっぱいしこうやって大声で喋ってもさ、うん、迷惑にならないじゃん、うん、そうそう、何、皆さんはゴールデンウィークはあまり関係ないですねって。あ、そうね、そうそう、知らない、確かにあまり関係ない、とかここ何年かも全然関係ない気がする。あ、なんか世の中的には、うん、っていうような言い方をするようになっちゃったかも、うん、世の中的には連休ですよねとか、世の中的には冬休みですよねっていう言い方をここ10年ぐらい言ってる気がする、うん、それはありえるかも。そう、あんまり連休とか、 なんか休みっていう感覚がない。そうなんだ、うん、だから多分眞子さんもきっとそうなるよ。うん、ネクマさん、ゴールデンウィーク全くないって、マジか、マジか、マジか、毎日仕事、うわ、うわ、ご苦労様です。週1回休んでるけど、うん、ご苦労様です。ご苦労様です。今見てくださってる方も多分そういう方もしいらっしゃったら、ご苦労様です。お疲れ様です。本当に、じゃあうちらからエナジーを、エナジーを送ります。でね、そんなこんなでゴールデンウィーク、今日もさっきちょろっと言ってくれたけど、はい、ゴールデンウィーク、まあうちらみたいな、ね、仕事とか、あと見えくださってる方の中にも、うん、多分ゴールデンウィークとか関係ないよっていうね、お仕事されてる方もいらっしゃると思うんですが、うん、まあ現実は置いといて、うん、理想の、うん、理想の、理想のゴールデンウィークに行きたい場所ベスト3考えてきてもらったんで発表してもらおうかなと思います。はい、皆さんもね、なんかここ行きたいって、あの現実置いといて、理想だったらここ行きたいっていうのをカカカカカカってしていただければ、それに基づいてコメントをね読みながら私トークしたいなと思っております。うん、お願いします。はい、で早速どっちから行く。どっち、え、譲り合っちゃった譲り合っ、本日の公開番組に行けるのはいいな。そうね、ありがたい、超ありがたい。そうか、そうだね、この番組ね嬉しいんだけど、やらせてもらってすげえ、ね、すごい感謝してるんだけどね、15時だから ね金曜日の15時だから、私平日じゃないですか。そうなんだよね、なのにこう来てくださったり、見てくださったり、コメントくださったり、本当嬉しいです。ありがたい、本当に。もう皆さんがいなかったらこの番組多分とっくに終わってます。はい、あのでも終わらせたくないんで、終わらせたくないんで、これからも皆さんよろしくお願いします。お願いします。ぜひぜひ、もうもっともっとでかくなるように、この番組もっともっとでかくなるように頑張りますんで、皆さんのお力を頑張りますので、もっとさらにください。お願いします。お願いします。
そう、ところでどっこい。はい、ね、どうする？じゃあじゃんけんする。いや、なんでだよ。なんでだよ。なんでだよ。じゃあどっちか行こうよ。どっちかポンって出せばいいんだよ。そこを遠慮しなくていいので、まあ、じゃあ私から行こうかな。いいよ。私は、うん、理想なんですよね。理想だよ。じゃーん、うん、こちらでーす。薄いな下。まあでもギリギリ見えるか。うん。1位、第1位に行きたいのが南イタリア、はい、で第2位に行きたいのがミコノス島、はい、どここれ、どこギリシャです。で3位に行きたいのがエジプト、はい、もう3 2位がねまずどこってなる。こちらはですね、全部外国じゃねえかよ。出たセレブ発言。出た。ええじゃねえよ。大好きなんですよ私外国が。マジかこの外国かぶれが。全然行ってなくて、でも理想だから行ければいいなっていうことで、うん、え、実際に行ったことあるのあんのこのミコノス島ですね。あ、行ったことあるんだ。あるんだ、はい。え、これそのさっき言ったけどギリシャ、うん、ギリシャの近くなんでしょ。ギリシャの、うん、もうギリシャって島が100 500個ぐらいあるのかな、うん、そこの一つで、うん、とてもなんだろうな、よくパズルとかに使われている白い建物がわーっての見たことないですか。あ、なんか写真とか映像のやつでしょ。そうそこです。へー、ほん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 、ここ、ですね、ハネムーンとかで皆さん行かれるような。へー、あ、なに、まこさんも早くハネムーンしたいと。いいですね。で、一夫多妻制だったらなおいいなみたいな。よあれ